はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。2時をちょいと回りましたね。日経平均はどうでしょうか。61マイナスですね。まあね、あんまり動いてないですね。ドル円は 130.08 と、うにゃうにゃしてますね。注目10年利回りも10時40分のまま動いてませんね。これね、動かないのかな。そうですね、動いてませんね。はい、注目ドルウォン、まあうにゃうにゃしてますね。1231、このあたりでうにゃうにゃしてますね。さて、本題はですね、これは昨日の15時29分に出た産経新聞フォトって書いてますね。写真、F-16 戦闘機供与、賛同政府内で徐々に一挙、米政治サイトと。F-16 ってね、もう何ですか、もう40年以上前のモデルでしょ。まだ現役ではありますけどね。なんかいっぱいなんかこうお腹にですね、ミサイルを抱いた F-16 の写真が写ってますけど、短い記事なんで、うわ写真いっぱい出てるわ。はい、うわ写真いっぱい出てるわ。はい、短い記事の部分だけ読んでみますと、ウクライナのゼレンスキー大統領は29日のビデオ声明で、欧米諸国から軍事支援を維持することが重要で、兵器の供給スピードはこの戦争で鍵となる要素の一つだと強調した。東部ドネツク州の激戦地バフムトなどの状況が非常に厳しいとして改めて危機感を示した。米政治サイトポリティコによると、ウクライナが求めている F-16 戦闘機の供与に賛同する意見が米政府内で勢いを増しつつあるという。国防総省当局者らの話をして報じた。ロシアの民間軍事会社ワグネルは28日、バムフト北部に位置する村を制圧したと表明したが、ウクライナ軍は29日攻撃を撃退したと否定した。ABC 放送ロシア語版は、この村が制圧されるとウクライナ側のバムフトへの供給網が断たれる恐れがあると指摘した。各国共同というあれですね。F16、今あんまりね、戦闘機って新しく、昔はね10年ごとぐらいの新しくだったんですけど、最近なんかそのスピードが落ちてますね。まあある程度のところまで行ってしまったんでしょうかね、性能が。40年ぐらい前、私が20歳ぐらいの時に F-16 が出始めたような覚えがあるんです。F-15 もその頃にありましたけどね。F-15 と16何やちゃうねんって僕はよう分かりません。よう分かりませんけども、まあまあその時の最新鋭で、日本の自衛隊も確か F-16 持ってたんちゃうのかな。そんな量産ちゃいます、2個飛行中隊ぐらいでしょ、40機ぐらいちゃいますもん。よう知りませんけど、これでね、このなんて言いますかね、これニュース見てるとね、アメリカが F-16 をですね、ウクライナに供給したら、ウクライナがそれを使って戦局を逆転できるとかって言うてますけど、リアリティはないんですよ。なぜかというとですね、搭乗員というかパイロットですねの訓練が、その戦車よりかは時間かかるんですよ、 F-16 っていうのは。どうでしょう、1年はかかると思いますよ。習熟して使いこなせて、その F-16 の性能がですね十分に発揮できるようになるまでにはですね、1年はかかると思うんですよ。それもガチでやってね、毎日のように飛んでね、毎日のように戦闘訓練をして、土日は休んでみたいなことやっても、1年はかかるんちゃうんかなという気がします。だから今から供与決定してね、やったところでね、訓練始めるのは早くて見つけようとかでしょ、ちょっと無理なんちゃう。だから、まあ、それよりもね、操作の簡単なドローンとかを提供した方が早いんちゃうんかなと。それは見てみたいですよ、ウクライナ空軍の F-16 が飛び上がってですね、現場で、ミグとかスホイとかっていうロシアのですね飛行機をバチバチと落とす姿を見てみたい。それは本心ですけど、早うて1年先やんと。
まあ、な今からやるんやったら別にそれはそれでいいと思いますけどね。あのあれでしょう、今ねエイブラムでしたっけ、アメリカの戦車とあのレオパルドですか、ドイツの戦車がですね供給が決定したんで、まあ、早ければ三月後ぐらいにですね戦場に登場すると思いますけど、あのなんて言いますかね、まともなね第一線級のね西側の戦車 VS 東側の戦車ってこの多分初めてなんですよ。あの湾岸戦争でイラク軍いっぱいあの T なんたらって持ってましたけど、あ全然もう相手にならなかったですね、エイブラムので、あのあれですよ、今回もしレオパルドが登場したらですね、レオパルドですか、登場したら初めて VS のガチンコのですね右対あ西対東のですね、まあ、要はロシア製の兵器とですねあの西側製の兵器がガチでですね四つに組んで戦うというシーンがあるわけですけど、で、あの空ではねそのだから F-16 って今もう一つ新しくなってて F-35 になってると思うんですけど、そのまあ一つ前、一世代前なのかな、F-16 って二世代前かな、よく分かりませんけど、で、ガチでですね、勝負がかかると、部分的にはね、やってはいたんですけども、その、本当にどっちが強いねんって分かる勝負がですね、見られる可能性があるんですけど、それは1年後もですね、続いてた場合でしょ。僕、1年もこれ続かないと思ってるんですね、ウクのあれは。もう早ければ数ヶ月とか数週間先にも終わるんちゃうかなと、まあ、希望的観測なんですけどね。だから F-16 供与するのはまあええけどもですね、まあ間に合わへんのちゃうのかなと、まあ思いますよ。でも見てみたいです。むっちゃ見てみたいですよ。あのね、フリーランスを雇うならすぐに使います。要はアメリカ空軍なり海軍なりの OB ですね、がフリーランスで、よっしゃ F-16 取ってやったんで、と。いわゆる義勇軍の兵士みたいな形でですね、F-16 を使う。ただね、F-16 があったところでね、それをね、こう、バックで支える人たちも必要なんですよ。まあ、普通民間機で管制塔、管制官みたいな人ですね、オペレーターみたいな人たちが必要なわけであって、それをセットでですね、アメリカが出すというか、まあ、希望を募れば行きたいという人いるでしょうけど、でもすぐにそれが出てこれるかっていうと、それも難しいような気がしますね。普通飛行小隊って20機なんですよね。20機で運用するけど、まあでも、6機や8機ぐらい、まあ2機で、1ユニットは2機なんですね。1ユニット2機なんで、その、まあ3ユニットぐらいを飛ばせるようにするのはできるとは思いますけども、それでも2、3回とかかかりますね。スタッフを大急ぎで集めて。で、機材も持ち込まなあかん。持ち込んだりする必要があると思うんで、で飛行機だけ与えてもね、あかんのですよ。整備兵も送らなあかん、整備に長けた人も送らなあかんわけだって。だから一機につき搭乗員はまあ一人とスペア二人にしてもですね、の整備とですね、あとなんでしょうね、管制とかでですね、一機につき5、6人の人員が必要ちゃうんかなと。じゃあ6機であればですね、5、60人の部隊がですね、まあ2、30人かな、2、30人の部隊が、ユニットが行かなあかんわけだって、ちょっと難しいんちゃうかなという気がしますね。軍事、それはね、その何も知らない人がね、じゃあ F16 3機、みたいな3機じゃない、4機とか6機とかって、あげたらええやんとかって言うかもわかりませんけど、そんな簡単ちゃうんです。飛んできたらすぐに使えるっていうもんでもないんですよ。もちろん燃料もいりますしね。いや、だから、もろもろの問題があって、そんなに簡単なもんではないけど、でも見てみたいですね。ぜひ見てみたい。F-16 とですね、ミグの、今、新しい、なんちゅうんですか、よう知らないけど、スホイとかですね、あの辺の旧ソ連系のですね、戦闘機とですね、F-16 のガチンコ対決で見たいやん。むちゃくちゃ見たいやん。でも多分間に合わへんのちゃうかな。まだこうやって供給を決定もしていないでしょ、アメリカは。
ちょっと戦車とはねレベルがちゃいますからね、戦闘機っていうのは、なんでもう難しいんではないかなというのが私のですね観測であります。まあ見たいですけどね、すごい見たいですけどね、はい。ということでこのですね産経新聞のフォトのサイトを貼ってみましょう。もしかしたら撮るかもわかりませんよ、はい、皆さんどうもありがとうございました。